新年初芋散歩です。焼き芋大人気でまだ完全に老けてなかったので、このままいただいてって、お家でもうちょっと加熱をしてから食べます。ちょっと硬いかな。でもなんかもうこれだけ熱ければ食べれそうな気もするけど、きっと中までまだ火が通ってないでしょう。お家でアルミホイルじゃなくてお芋ホイルにあれして石焼き芋します。年明け今日はそんなに寒くないです。ぐうたらなお正月を過ごしております。1月2日ダメになるクッションの中で本当にダメになっているバビさんです。年末いっぱい歩いたからね、ゆっくり休んでます。そして年末デートに連れてってもらえなかったこの子はお年玉と一緒に寝ています。ね、お正月はちょっとね、お出かけなしでのんびりしています。ちょんちゃんだけ明日ちょっとお出かけしてきます。いいね、たんちゃん、お芋のおやつももらってご機嫌でーす。よかったねだね、本当に。本当に良かったね。パムちゃんママと散歩してるぞ。はいだ。お芋のおやついっぱいもらって、パワーいっぱいもらったかな。マンホールは避けるんだよ。おー、トンちゃんすごい。すごい。頑張れ。ね、白線ないね。